皆さんこんばんは。東京ラジオチャペル、愛は負けない。今夜もお聞きいただきありがとうございます。1月10日火曜日、テューステー、皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私、毎日働き毎日遊び、今年も変わらず助走頑張ります、ジミーチャペル、よろしくお願いします。そしてもちろんこの方、 Hey Hey Hey、 Good evening、 アーサー・ホーランドでございます。イエイ。今日もジミーと一緒にあなたに届けるこのラジオ番組、はい、あなたの心にナイスサウンドが届きますようにとひたすら願ってやみません。イエイ。 Let's enjoy、 楽しみましょう。アーメン。いやジミー、はい、もうね、1年も明けて、明けましたよ。もうフルスロットで人々は動き回ってますね。動いてももう忙しい。そうですね。忙しそうですね。もう電車の中は相変わらず満員。満員ね。そして夜は酔っ払いが、このコロナとともになんか解放されてきたのか。ね。マスクもしないでゲロ吐いてるっていうね。でもね、やっぱり一日一日過ぎ去っていくんですね。そうですね。そうやって。やっぱりこう天の下ではすでに定まった時期があり、ね、あらゆる、ね、シーズンには時があるからね、やはりこう人間見てるとやっぱり一生懸命順応してんだなと思いますよ、やっぱり順応して生きるっていうことが一つの生き方の知恵なんでしょうね。ね、うん、まあ自分の価値観を妥協して生きているって言われる人もいれば、ね、適応して生きている人もいるってね、だから妥協適応っていうのは心の在り方によっては妥協になり、心の在り方によっては適応になるんだよね。だからどういうグローバルな相対的な視野を持って生きるかが、狭く生きるか広く生きるかの境目だと思うんだけど、ジミー見てると結構、はい、人生をやっぱり楽しく生きる、確かに辛いことはある、辛いことは俺も分かってる、ね、そして悲しいこともある、そこにずっといると心がやっぱり泣いてくる、でもケセラセラ、ケセラセラなるようになるさってね、もう臨機応変に切り替えるしかねえよなっていう、そういうものをお前醸し出してるんだけど、もうね、自分はもうスポンジだと思ってるんです。水の中にぐーっとそこまで押し落とされても、ポンとまた上がってくる。なんかその説明聞いてるとなんか俺が昔豆腐を豆腐屋さんに買いに行った時に、豆腐ってこの水槽の中に沈んでんだよ、はい、あ、そうなんですね、そして、時たま豆腐の塊をこう切ってくれて1丁2丁、それをこう中水の中落とすと、ふわふわって豆腐が下の方に行くわけ、はいはい、だからお前の話聞いてると、なんかスポンジがあれして跳ねてくるっていうけど、水がいっぱいの時は跳ねてこれねえだろうと思うわけ。逆に吸収しすぎて重くなっちゃう。それはありますよね。でも、俺はよく話すんだけど、きっとジミーが言おうとしてるのはこれなんだと思うんだけど、スポンジかフェザーか、ね、スポンジになると問題を染み込ませすぎて重くなる。なるほど、はいはい、フェザーは、はい、鳥のフェザーって雨降っても飛んでるだろうって、あれは弾くんだって、それかもしれませんね、だからきっとジミーはスポンジというよりは、フェザーじゃねえからな、あ、そっちかもしれませんね、だからどんなに大雨降ってても、鳥がバンバン羽ばたいてるようにそれを弾いていっちゃう、なんかそういう要素を持ってるような気がしないでもない。なるほどね。だって普通お前が通ってあんだけマスコミに叩かれたりしながらしてたら、もう人の前に荒らしたくないって心泣いちゃって、もう恥ずかしいって言うけども、堂々とコスプレしながら恥ずかしいどころか
もうそれも肥やしにして、 そうですね、それを年輪にして、それを力にして、ピンチはチャンスにして、 そうですね、それが今度はパフォーマンスで肥やしとなって、そして人々を元気づけているっていう、でそれはもう完璧にあのお前の中にそういうものをフィルターして、それも自分だけど、それもエネルギーの糧にして笑いにしちゃって、ね、飛ばしちゃってるっていう、ケセラセラそうです、ね、なるようになるさ、なるようになる、そうですね、だからやっぱりその心の持ち方って必要だよな、でも聖書的な教えによると本当はそうなんだよ、あのしかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちの罪のために十字架の上で死んで蘇ってくださることによって、神はご自身の愛を明らかにしておられる、誰でもどんな人でもヤクザでも、あの娼婦でも、またあるいは犯罪を犯した者でも、また失敗した者でも、誰でもイエス・キリストの愛のうちにあるなら、それと新しく作られたもの、古いどうしようもない自分を好きさに見よう、全てが新しくなった、ジーゼスに出会うと心が変えられる、心が変われば態度も変わる、態度が変われば行動変わる、行動変われば習慣変わり、習慣変われば人格変わる、人格変われば運命変わり、運命変われば人生変わる、だからやっぱり心が変わることが大切なんだけど、心が変えられたら古い自分っていうものは当然自分なんだけど、それが新しい自分の後についてくる、まあ、あるいは金魚の糞のように踏ん切りつかずっていうのはそういうことだと思うの。でも新しい自分がコントロールして泳いでんだよ、なるほど、新しい自分は後ろ振り見たら、俺のうんこがずっと踏ん切りつかず続いてるよな、俺も過去を持ってるけど、過去に流され、過去にせき止められるんじゃなくて、過去を引きずりながら美しい金魚として生きている、しかし、そのうんちが踏ん切りつかず、人馬一体じゃないけど一体になってあれしてんだけど、うんこがそいつを引っ張ってんじゃなくて、なるほど、そいつの新しい姿がうんこを引っ張ってるっていうね、なんかちょっと夜から臭い番組になったけど、お前見てると過去は持ってるって、それを赤裸々に語りながら、俺は踏ん切りつかない糞をね、引っ張りながら今一生懸命パフォーマーとして生きているんだっていう、そのシルエットが逆にお前にその踏ん切りつかないうんこを見させて、見る人がでもこの人こんなにその恥は我がもので、逆にそれの方が美しいのかもしれないと思っちゃうね。だから己の汚さを表さない美しさと、汚さを自覚して生きる美しさっていうのはね、結構深いよね。そうですね、だからもう本当にあの教会や結婚式場では呼ばれなくなったので、ライブハウスで女装でもうジーザスを語るしかない、でもそれがお前の、あの逆に本領発揮できるステージが設けられたってことだよね。そうですね、もうステージが変わったっていうところですかね、もう行けないところはもう行けないで諦めるしかない、行ける場所に今行って頑張るしかない。そうかそうか、切り捨てるものもあれば拾ってくれるものもある。そうですね、ジーザスはやっぱり失われた羊を追い求めて探しに出かけ、助けてくれて、歩けない羊を背中に背負って緑の牧場に連れてきてくださる存在。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われる。今日番組を聞いているあなたのそばに寄り添う方、魂のロッカーがいます。この方がジミーを俺も励ましてくれて、絶えず緑の牧場へと導いてくださいます。あなたをも導くことは間違いありません。ぜひ今日この方を意識しながら Have a good night's sleep。 おやすみなさい。お付き合いくださりありますように。